こんにちは、シュートです。今日は最後に X マッチ配信やっていこうと思います。クーゲルでやっていこうと思います。俺ね、来年の目標、え？まあ、来年の目標、XP は、あれかな、あれあれで、3500。いけたらね、行きたいけど。よし、行くか。相手にもクゲいる。ナイス。上げていきたい。今年最後だし。あれやんなくてもいいか。あ、やれた。でかっ。うわ、それ強っ。うまいな。ところてんのすけさん。え、てら、エリネコだから。あ、手長いか。今、絶版で何キロかしちゃいけど。いやー、それ2キロできたらだいぶ熱いと思ったのに。うん。え、でかっ。でかい。お、サンブタさんいらっしゃい。サンブタさんいらっしゃいっていうか、いらっしゃい。サンブタさん、今日はね、あれ？うん。サンブタさんメンバーだ、じゃないっけ？あれ？モデレーターか、サンブタさん。ナイス。メンバーになれないからチャンネル登録だけでリフか。いいです。チャンネル登録ありがとう。相手ラペリか。強っ。ナイス。あ、ヘムが。やば。ナイス。フゲって円管にもむずいよね。スピナーなのに結構早くインクがなくなっちゃうっていうのがちょっと難しいところ。よしよしよし、一枚やった。塗り分かってるはず。塗り勝負なら、あ。よし、2枚持ってった。で、俺が絵の下だから大丈夫。そっか。
無理か。いやー、うまっ。これここ取られちゃったら結構まずいから、当たってるな。1キル持ってった。これヒットされてもいいから、落ち着いてエリア取りたい。このガロンもやってやりたい。オッケー、でかオッケー。うわやばそれ。オッケー、リードしてきた。ナイス。もう一回ジェッパ貯めたいな。でも仮測れないように気をつけよう。これ測れてもいいんだけど、まだ後ろで口を吐かせたいっけ。やった、エリア見よう。オッケー、仲いい、ナイス。いや、これ、エリア管理、いいな、俺。俺、結構エリア管理してた気がする、この試合。俺ね、来年の目標、え？まあ、来年の目標、XP は、あれかな、あれあれで、3500。いけたらね、行きたいけど。こんぐらい行きたいけどね。え、てくまるさんじゃね、これ。チルエイムってくまるさんじゃないか。クゲで3500行きたいな。頑張ればいけそうだよね。だって来年までだからね。今月までとか、来シーズンまでだっかじゃないから。クゲで行きたいね、せっかくなら。帰るっしょ。当たってないんだ、それ。一枚やり。ナイス。オッケー、ナイス。サイドオーダーまだ出てないっしょ？サイドオーダーどんな感じか知らないけど、クリアしたいね、デンクリ。31位！
28行くね、これエリア。あー、そうなんだ。はい、じゃあ行ってらっしゃい、パソコン買いに。パソコン便利だよね、どの、あの携帯とかもそうだけど、 iPhone、 あ、もうそうだけど。28行きたいね。当たった、すげえ当たった。あれで当たるんだ。直射の位置とか確認したいよ。直射がめっちゃ上手くなるよ。じゃあサイドオーダーの配信すんの？全然してもいいよ。カツリー。じゃあエリア見よう。お、強っ。ナイスー。あいつ、クゲいないんだよ。やっぱクゲ環境的にきついってことなのかな。まあ、上手い人だけ残るみたいな感じなのかな。うわ、きつっ。うん、ジムはきついわ、それは。しかもジムに上取られてるし。カニ吐かせた。よし、ナイスを降りさせ。これ10パー箱。何してたんだ。やれるでしょ、それは。ナイス。エリア管理かな。当たっていいけど倒せないな。いや、きつい。うまっ。うまいな。リードしてるけど、カウントに3だったら取られるでしょ。おでか、でっか、サムライダー。やっぱいた？いや、いると思ったんだけどさ。全然、ダメージ食らわなかったからいないと思って、思い始めちゃった。これ濡れる。邪魔だな。邪魔すぎるあのやつが。俺から倒しに来るの。長射程から倒しに来ると思う。あ、いや、あれやりたかった。俺たちはボトルから先やった方がいいのかな。え？強っ。リードできるかな？ワンチャン塗ってたら。いや、無理か。うわ、やばくいぼ。おかしい。ナイス。
でかよいしょ。私は絶対に負けたくないんです。なので本気出します。よし、オッケー。で、2連勝、ナイス。負けたくはありません、絶対に。言う分には丸つけて、丸つけなくていいのかな。ミッキーマルス。うん、ミッキーに丸つけるとミッキーマルスになっちゃうからね。マウスじゃなくて、マルス。死ぬ。1キロや。キルグに強いよ。なんかボトルらへんいなかったっけ。コメントはダメなんだ。強っ、勝ったっしょ、これはもう。ナイス、3連勝。ヤグラ祭りだよ、楽しみに、楽しみだね。おい、28タウ !28台乗ったぜ言っていいけど。ああ。チルエイムさん、あの人うまいんだよ。すげえ。見た目、くも丸さんみたい。あの人に勝つ。よし、いった。危ねえ、カバーできてよかった。エリア見るか。よし。あー、でも減らせないのか、こっち。とか言われそうじゃん。シューマくんもももちゃんも人気になってるしさ、フユくんも人気になってるしさ。フユくん最近動画上げてんのかな。多分みんな知ってると思う。あとこういうドッキリ俺系苦手なんだよね俺。
強っ。うまっ。ボード高いし。うわ、鉛筆うまっ。お、全国大会でこあのジェッパ使ってきたとしたらさ、俺もジェッパ使ってたらさ、その時環境が変わってだったらさ、ジェッパ対決勝てる確率を上げるためにジェッパを猛練習しないといけないんですよ。使うとしたら、ね、まあ、来るかもわかんないけど、確かいたよね、優勝チームにジェッパ使ってた人。うん、そうそう、久しぶりにクゲ使ってる。28台いったクゲでやっと。うちを、うまい。勝った。しゃあ。今日は、ここで終わりたいと思います。来てくれた人、見てくれた人、ありがとうございました。よかったら、高評価、チャンネル登録、スチョンポチッとお願いします。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。ちょっとおばあちゃんち行く準備するんだね。チャンネル登録をして通知をオンにすれば、最新動画やライブ配信のお知らせが届きますので、見逃すことがありません。ぜひ全ての通知をオンにしてくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。